神道において、神の使者もしくは神の眷属で真意を代行して、現世と接触するものと考えられる。特定の動物のことである。神の使い、使わしめ、お先などとも言う。時には、神そのものと考えられることもある。その対象になった動物は哺乳類から、鳥類、爬虫類、想像上の生物まで幅広い。特定の動物が神の意志を伝えるという説話は、 日本神話の中にも見られる。日本初期の蛍光天皇記には、伊吹きさんの皇人がおろちに化身して、日本穂高かの前に現れたのを、御言は、大蛇は、皇人の使いだろうと言ったという記述がある。木の皇玉天皇記には、姿は見えないが、猿の鳴き声がしたため、人々が異世大人の死として、その声で吉居を感じたという記述がある。また、同主人天皇記では、 大物出身自身が、蛇の姿でつまどいに訪れる下りがある。平安中期成立の、不創略記の記述として、伊勢神宮の近辺で、白千音内コール百虎を射殺した者が入るになったとあり、古代では、霊魂信仰があったとみられる。時代が下ると、真摯とされる動物は、その神の神話における記述や、神社の縁起に基づいて固定化されるようになり、 その神社の境内で飼育されるようにもなった。さらには、稲荷神社の狐のように、本来は紳士であるものが祀られるようにもなった。これは、神とは無関係に、その動物自体が何らかの霊的な存在と見られていたものと考えられる。紳士とされる動物には、以下のようなものがある。橋墓古墳名の由来参照、石遊寺。 自社が語るはたしの正体証言者新書2018年 ISBN978 4 396115531P38。ありがとうございます。